夏になるとつい見たくなっちゃうのがあのスキューバーダイビングによる宝探しの映画ですねあの古くは冒険者たちとかザ・ディープ新しいところだとイントゥ・ザ・ブルー、えー、フルールズ・ゴールドスキューバー映画ってのはみんな、まあ、海の中がすごい綺麗いで、まあ、見てて涼しくなるんで、まあ、ついつい見ちゃいますね最初にですねそうそうあのスキューバーかスクーバーかという問題をあの決めとかなきゃならないと思うんですけども。 このスキューバーって言葉はですねえ独立式水中呼吸装置セルフコンテインドアンダーウォーターブリースイングアパラタスの略 SCUBA のえ頭文字を取った略なので正しい読み方って実はあの特にないんですけれども海外ではスクーバーが一般的ですけれども日本であのグーグルで検索するとスキューバーの方がスクーバーより3.6倍ヒットするのでまあここでは日本式にスキューバーで通させていただきます。 サーフィンの回で1980年から82年にかけてもう日本中の若者がサーファーになっちゃったっていう話をしましたけどもそれで言ったら1989年これバブル絶頂期ですけども1989年から90年代の頭にかけてはスキューバーがががめめちゃめちゃゃ盛りり上がったたことがありました1980年代にですねあの浮力を自由に調節できるこの BC ジャケットという中に空気を入れて上がったり下がったりできる BC ジャケットっていうものが普及して。 それまではですねあの浮力を自分の肺のトリミングで調節してすごい泳力泳ぐ力がないとできなかったスキューバーがもう誰でも女性でも簡単にできるようになってそのおかげで、まあ、ダイバースショップが街のあちこちにできてで多くの若者がパディ・ナウイという民間団体の発行するスキューバーライセンスいわゆる C カードを取得しそしてスキューバーをやらない人間の間でもダイバースウォッチがすごい流行しました。 そしてあのバブル崩壊後ほとんどのまあアウトドアスポーツがですね参加人口をもうほとんど4分の1までに減らしてしまった中でスキューバーだけがほとんど人口を減らしていません C カードの発行枚数というのはピークの1989年は6万枚前後だったのがコロナ禍直前の2019年でも4万3千枚だからまあー25%減ぐらいで済んでます。これはですねその 海の中で自由に浮力で海水と同じ重さになって海の一部になったような気持ちが味わえるスキューバっていうのが2000年以降に増えてきた自然環境意識の高い人たちの間ですごくもてはやされたっていうか評価されたからだと思うんですけれどもしかし一方でスマホとか SNS が普及したおかげでスキューバほど変わったスポーツも他にないと思うんですね。 もともとスキューバダイビングっていうのは潜った後にログブックっていう、まあ、あの日記帳みたいなものにですね潜水時間とか震度の記録あるいはついでに海中で撮ったあの写真とかを貼り付けてでこれを自分の思い出にするあるいは他人に見せて自慢するっていう、まあ、いわばあの水中観光旅行みたいな遊びだったんですけどそれが1990年代の初めにデジカメが一気に普及して撮った写真がすぐその場で見れるようになると。 もう写真を撮るのが面白くなっちゃってほとんどのダイバーが海中中生物撮影に専念する、まあ、水中カメラマンとししましたそれでもですね10年前まではその撮るに値するような水中生物というのを見つけるのは結構難しかったんですけどもこれも SNS の普及のおかげでもう今は格段に簡単になりましたねあの世界中の海で今どこでどんな魚が見られるかがもうリアルタイムにあのスマホで見られる時代ですだかからどこのの海の ガイドがですね SNS に今日どこそこのスポットでキシマハナダイを見つけたなんていうことを挙げるとですねもうその数時間後にはそのキシマハナダイの前にダイバーの行列ができてんだそうですよそんな珍しい魚なんか狙わなくてもあの例えばハセみたいな普通のどこにでもいる小魚でさえ 4K カメラで こう正面から撮るともうインスタの正方形の画面にはすごい映える写真としてあげられるのでそこでですね背景にちょっとカラフルな海面かなんか映し込んだ日にはもう「いいね」の嵐になるんで今時のダイバーはですねあの昔みたいにあちこち泳ぎ回ったりせずにもうお目当てのハセが絶好のカメラポジションに入るのを待つためにもうタンク1本分ぐらいずっと同じ場所でじーっと待ってるんだそうですね。それからまあログブックも今今は仲間と共有できるアプリになってて時の あのダイビングっていうのはあの海中で撮ってきたあの写真を w i f i でスマホに iPhone に飛ばしてでアプリのログブックに貼り付けてでさらにそれをまあインスタにアップしてコンプリートという感じでもう DX 化がすごい進んでいる遊びになっているそうです。 でもそれなのにスキューバーが前よりもちょっと廃れたような感じがするのは都心のプールで講習を行ってスポットへのガイド付きツアーで参加料を稼いでる都市型ダイビングショップというのが激減しちゃったからですねで今残ってるショップっていうのはスポット近くのまあ海辺に店を構えていて訪れるダイバーにタンクを貸しているようないわゆる現地型ダイビングショップで。 シーカードも今海辺に23泊してそこで撮っちゃうのが一般的だそうですしこうした現地のダイビングショップでタンクだけ借りるっていうダイバーはまああまりいなくて大抵の場合未接種さえのガイド付きの,あのビーチダイビングに参加するのが普通なんだそうです。っていうのも珍しい写真を撮ってインスタに上げるにはそのガイドの案内が不可欠だから。 なんですねだからガイドもそうして需要に応えて今では地元の海中生物にどんどん詳しくなって学者顔負けの専門知識を持っているんだそうですさてあのスキューバーダイビングが発明されたのは1943年フランス海軍の軍人だったジャック・イブ・クストーが怪我のリハビリのために素潜りを始めてそれにはまってしまい、まあ、第二次世界大戦中もリビエラの海岸で生物研究の名目で何百回と 潜っているうちに高圧の酸素を詰めたボンベを背負って呼吸に適した圧力に減圧する装置いわゆるレギュレーターを通してその酸素を吸う潜水器具を思いついて、まあ、この器具に水の灰アクアラングという名前を付けますで。それ以前のの潜水器具というのは 1820年頃このドイツの元軍人のアウグストゥス・シーベという人が発明した頭に金魚鉢みたいなヘルメットをかぶってそのヘルメットを海上とホースでつないで海面から空気を送るヘルメット式潜水機というのが主流だったんですけどもこのアクアラングは海面と結ばない分海中での動きの自由度がもう格段に優れてマクストはこの発明したアクアラングを使って水の中を自由にこう泳ぎ回ってで戦後11年が過ぎた1956年。 24歳の若き映画監督ルイマルと組んで海洋調査船カリプソ号で地中海や紅海、インド洋の海を回って海の中を散歩する様子を描いた長編記録映画「沈黙の世界」という映画を作ります。この映画がですね、海面をジャンプしてこう泳いでいくイルカの群れとか、えー、もう襲ってくるサメとか。 ですね、あるいはあの下を通ってる泳いでるダイバーの空気がブクブクと上がってくると泡がどんどん大きくなってくるとかそういう後であとで割とおなじみになった水中のスペクタクルをふんだんに撮っている映画でこの映画がですねもう今度映画祭グランプリを受賞して世界的に大ヒットしたおかげでアクアクラングが一気にししました,ただこの「アクアラング」という名前はあの商標登録されていて一般名称じゃなくなっちゃってたんで代わりにスキューバーという名前が普及します。 このスキューバーをまあ映画の中にドラマにふんだんに取り入れた最初の劇映画はこれ1965年に作られた007サンダーボール作戦007シリーズの4作目ものすごい金をかけた大作でしたねもうヒットしてたんで007シリーズの原作者のイアン・フレイングはジャマイカに別荘を持っていてスキューバーが趣味という人なんで原作小説にはスキューバーの場面がたびたび登場するんですけども水中場面の多さではなんといってもこのサンダーボール作戦が抜きに出てます。これ物語はですね悪の組織スペクター が、nato の原爆搭載機を奪ってバハマの、まあ、海に不時着させて、そのまま海底に沈めて。そして、一億ドルを起こさないと、アメリカに原爆を落とすと、アメリカ政府を脅迫する。で、そこで、この事件を調査するために、ジェームスボンドがバハマの海に派遣されるっていう。お話なんですけど、クライマックスが、このジェームスボンドとアメリカ海軍が。スキューバをつけて、スペクターと戦う水中戦闘シーンで。五十八年も前の映画なので、テンポが呪いってば、呪いんですけれども。 これを上回る水中バトルシーンというのはもう58年経っていまだ撮られていないスキューバー映画史上最もスケールの大きな映画です。 あの原作小説もフレーミングらしいハッタりが効いていて最も007らしい007と言われている作品ですし映画はその原作にすごく忠実な作りで洋光あふれるカリブの海の風景が抜群に気持ちいいですしこれヒロインのクローディー・ノージェの水着姿なんてこれあのボンドガールでベストだなんて言われているのでまあ夏になると必ず見ちゃう一本ですねそしてすごいどうでもいいことですけど僕が今あの今日しているこの腕時計は。 このサンダーボール作戦で悪役のラグルゴがつけていたあの腕時計です、ここにあのスペクターのマークがちゃんと入ってますけども、これ、ただの自慢でした、すいませんでした。この2年後の1967年にフランスのロベール・アンリコ監督が、えー、宝探し映画のもう傑作中の傑作、冒険者たちを作ります、この番組に以前ご出演くださった川木俊作監督とか、羽積栄一郎監督が、もうこの一本として語ってくださった名作です。 この映画はあのパイロットのアランドロンそれから自動車エンジニアのリノ・バンチュラそして女性前衛芸術家のジョアンナ・シムカスの3人が、まあ、それぞれ抱いていた夢が破れてしまうところがまず丁寧に描かれていてその後でまでアランドロンが。 1960年の動乱の最中のコンゴから財産を全部宝石に変えてその宝石を積んで飛行機で逃げようとしたヨーロッパの大富豪がまあ飛行機が墜落してコンゴの海岸にその飛行機が沈んでいるとでその話を聞きつけてまあアフリカに渡ってオンボロ船をまあ借りてスキューバーで潜ってその飛行機を探し始めます。 でこの飛行機のパイロットというのが実は生存生き残っていてコ、まあ、今後で空や食わずの生活をしているんですけども3人が宝探しを始めたって話を聞きつけてやってきて仲間に加わってで彼が加わったおかげで飛行機が沈んでる位置が分かってで宝を引き上げることができるんですがその宝を付け狙ってる悪党たちが、えー、襲ってきてさあどうなるっていう話ですね。 まあ明るいアフリカの海が強烈な印象を残す映画なんですけどもでも実は宝探しのパートというのはこれ映画の全体の3分の1に過ぎなくてさっき言った通り青春の挫折がまず描かれているし単なる宝探し映画ではなくて青春の夢と希望と挫折を描いたまあ青春映画ですね。であの大学時代僕情報工学を専攻していてでコンピューターの実習でですね学内で1,000人近い大学生にアンケートを取って洋画邦画 を問わずですね古今の映画で好きな映画ベスト5っていうのをその1,000人に上げてもらってで1位に5点2位に4点という風に点数をつけてそれをコンピューターで集計するっていう作業をしたことがあるんですがこれ詳しい結果2位3位4位は覚えてないんですけど1位がダントツでここの冒険者たたちだったことはよく覚えてます当時公開からまだ8年しか経っておらずあのテレビでも放送されたこともあってみんなよく覚えてたってこともあるんでしょうけどそれ以上にですねこれがスキューバーとか宝探しに関係なくもう非常に切ない。 そしてあの綺麗な青春映画なのでもう僕らの世代が最も好きな青春映画であることは間違いありませんこれ「アマプラ」でも「ーネクストでもあのアップされてますので、えー、ぜひご覧になってください。 とにかくこの冒険者たちと007サンダーボール作戦の大キットのおかげで最初のスキューバーダイビングブームが日本で盛り上がりましたで街にもダイビングショップがポツポツと生まれてです、ね、そして1969年には日本で今も続いているダイビング専門誌のマリンダイビングが創刊されています。 そしてこの冒険者たちの次に作られたスキューバーによる宝探し映画というのがです、ね、10年後の1977年に作られたこの「ザ・ディープ」という作品ですね原作はジョーズの原作者でもあるピーター・ベンチリーそして監督はピーター・イエツこのピーター・イエツの人はですねブリッドマーフィンの戦いジョンとメリーホットロックヤング・ジェネレーションといろんなジャンルで傑作を作っている人なんですけどその割には過小評価されている名監督だと思いますただこのディープ はですね、ピーター・イエツにしてはいつものキレがちょっとないでも水中シーンはめちゃめちゃかっこいいし何よりラストのカットのかっこよさっていうのが抜群の映画でしたそしてこの時代になってもまだ BC ジャケットというのは発明されていなくてですねだこの映画の,あの主演のジャクリン・ビセットも BC ジャケットは着けずにタンクを直接背負ってたんですけどもそのおかげでこの BC ジャケットの胸が覆われていないのでノーブラで T シャツ で潜ってたのでもう僕らもう本当に興奮して見に行った映画ですね <laughs> そしてさらにその11年後1988年に公開されたのがリュック・ベッソン監督のグランブルーですこのリュック・ベッソンという監督はあの両親がともにスキューバーダイビングのインストラクターで 本人も16歳でインストラクターの資格を取ったんだそうですけど17歳の時に潜水事故にあってちょっとそれがトラウマになっちゃってダイビングをやめたんですが、まあ、その後あという人ですこの映画で描かれているのはスモグリでどれだけ深く潜れるかを競うフリーダイビングの競技会でこの競技会で次々に記録を立てた実在のダイバージャック・マイオールの自伝を元にした作品でこれ僕が記憶する限りあのスキューバーダイビングのシーンっていうのは1秒もなかったんですけども。 その代わりこう水中場面はもう音楽も含めてすごい独特のいい雰囲気があって本当にいい映画ですね。この映画の主人公のジャック・マイオールはもう実名で登場するんですけどもこのマイオールの実在のライバルだったエンゾ・マイオールカは映画の中ではエンゾ・モリナリと名前を変えられていてジャックと同じギリシャの海辺の町で育って子供の頃からジャックと素潜りの腕を競った幼なじみという設定になってます。 実際のジャック・マイオールは実はですね戦前の上海生まれで、まあ、当時上海に住んでいた金持ちがみんなそうだったようにあの夏の間彼は両親に連れられて九州に来ていてそしてあの唐津の海で泳いでいてイルカと出会ってそして終生イルカに取りつかりイルカと一緒に泳いでいた人です。でそんな事情もあってか非常に日本にですねあの愛着を持ってくれた親日家で立山に別荘を持っていてしょっちゅう来日していた人ですね。 そしてこの映画ですごいのはあのジャック・マイヨル役のジャン・マルク・バールという俳優とそれからこエンズ役のジャン・レノが本人が実際に潜ってる絵で2人があのどっちが長く息を止められて。 れるかっていうのを競争すするためにですね服を着たままプールにも飛び込んで,でプールの底であのシャンパンの瓶を開けてグラスについて乾杯するというバカなことをやるところをすっごいゆっくり丁寧に長回しで撮ってるんですけどワンカットで撮ってたのでもう見てる方がちょっと息が苦しくなるようなシーンでした。 そしてこの作品はですねバブル絶頂期の1988年夏に「グレートブルー」という、まあ、英語のタイトルにして公開されたんですけどもあまりに客が入らなかったためにメインの日劇プラザが2週間新宿プラザ劇場は1週間で打ち切りになっちゃいました。 ところが日本より3か月先に公開されていたフランスでは観客動員が1,000万人182週間連続上映という、まあ、フランス映画史上最大のメガヒットになってそのことが日本に伝わってきたために翌1989年4月にセルビデオが発売されるとこれがたちまち1位になってエンズを演じたジャ,ジャンレノは映画の役のままキリンのウイスキーヒップスの CM に出てましたし。 あの改めて「グランブルー」というタイトルで単館で公開されたらもう立ち見客であふれたりというあのちょっと変わったヒットの仕方をした作品ですね。そしてこの「グランブルー」のビデオ発売から2ヶ月後の1989年5月か6月に公開されたのがあの不詳私があの監督したこの「彼女が水着に着替えたら」というスキューバ宝探し映画です。まあ、スキューバー映画のの醍醐味といいいうのはやっっっっぱりさっきもちょっと言いましたけど役者本人が潜っている 絵だと思うんですけどこの映画でもですねあの主演の原田知世さん織、えー、田裕二君それから伊藤和恵さん、えー、竹内力君の4人が特訓を受けてもうスタントなしで自分で潜ってますあの,南の,手の竹内力が潜ってるんですよ本人が、まあ。ちなみにこの映画の時はもう BC ジャケットがあのできていたので原田さんも BC ジャケットを着用してましたね。 役者が自分で潜ってるのにもう泳ぎが得意じゃない僕はこの映画の水中場面の撮影はですね絵コンテだけ描いて自分はもう水面からシュノーケルと水中メガネで覗いていただけです。代わりにこのの水中場面を演出してあの撮ったのは あの海外でも評価が高い水中撮影会の巨匠の中村浩二さんという人でこの方は「アザラシのカンニングペーパー」っていう本を出されていてご自身のことも「アザラシ」と称されているんですがこれどう見てもですねこの人アザラシじゃなくて西内かトドみたいな人ですねでも一度水の中に潜ったら本当の「セイウチ」や「トド」もそうなんでしょうけど本当にですねもう超機敏でもう誰も追いつけないっていう人ですね。ギャップがすすごいんですよ あの地上に見た感じと水の中にいるで見たギャップがすごい方なんですけどだからサーフィンは太った人には向かないと思うんですけどスキューバは全然大丈夫ですねそしてその中村浩二さんが演出撮影したこの水中場面がもう素晴らしいですそしてこの映画の舞台はですねあの三浦半島の油壺沖なんですけれども水中場面の撮影は沖縄の西40キロのところにある慶良間諸島の座間ミ島というところで行いました ケラマの海というのは視界が30メートルあってもう世界屈指の透明度でもう今はもう世界中のダイバーが集まる有名なダイビングスポットなんですけど当時は世界的にそこまで有名じゃなかったのであの割と空いてました。 さっき言った冒険者たちにしてもそれから後で作られたこの「イント・ザ・ブルート」映画にしてもそうなんですけどもスキューバー映画ではこの海に沈んだ飛行機の残骸っていうのが出てくるのがまあお約束なんですけども僕もどうしてもそのシーンがやりたかったので宜野湾の工場でアメリカの輸送機の d c 3の機体を作って座間ミ島の南側まで船で運んでそこで沈めて撮影しましたこんな感じですね水中にこの飛行機の,あの残骸を沈めてそれを発見するという場面を撮ったんですけれども この時この d c 3は戦時中のアメリカ軍の飛行機がみんなそうであったようにですね機種の部分にノーズアートと呼ばれるセクシーなあの女性の。 絵が描かれていていこれはその映画の時にですねあのイラストレーターの渡谷宏さんが描いてくださったこのノーズアートの原画でここに「ドラゴンレディ」って入っていてそっくりこの字も含めて映画の中にも出てきますけど沈めたたのの機種にこの絵が描かれていました撮影終了後もこの沈めた機体はいい魚章になるというので本当に引き上げる予定だったんですけどそのままその場にあの残されていてでその後まあ,あのこの機体自体は台風で流されたりしてバランバラになっちゃったそうなんですけれども。 今も一部が残っていて地元で有名なダイビングスポットになっているんだそうですでそのスポットの名前がドラゴンレディっていうんですねこのドラゴンレディあのネットでザマミドラゴンレディで検索するとすぐ出てきますよこういう形で名前が残っているというのは映画を作った人間にとっては本当に光栄なことですそしてあのこのグランブルート 彼女が水に着替えたらの連打でですね最初にあの紹介した通り1989年から日本では第二次スキューバーバブームが盛り上がりました、えー、確かその年ぐらいにですね渋谷の公園通りの裏にオープンした渋谷ロフト館の横にはですね丸窓で外から覗ける都市型のダイビングプールがあってでそこに都会のオイルが結構通ってたりしてかなりの盛り上がりぶりだったのを覚えてます。 この後ハリウッドでは、イントゥ・ザ・ブルー・フールズ・ゴールドという日本のお気楽スキューバー宝探し映画が作られました。2005年のイントゥ・ザ・ブルーは、サーフィン映画の時に紹介したハワイの女性サーファーを描いた、ブルークラッシュのジョン・ストックウェル監督の作品です。 この監督は本当に海が好きな人なんだと思うんですがでこの映画「ウィキ」にはですねこれ「ザ・ディープ」のリメイクって書かれてるんですけども確かにですね宝を積んでいる沈没船の上に運搬の途中で沈んじゃった麻薬と宝が同じ場所に進んでいて麻薬を狙っているギャングが現れるとややこしいことになっているというところはほぼ同じなんですけどそれ以外人物設定も展開もストーリーも何一つ共通点がない作品であの実はディープのクレジットも何もされてない のでおそらくまあ設定だけ一部パクったっていうこととなんじゃいいかと思いますこの主演のジェシカ・アルバーはですねクソ映画クソ演技に与えられるラズベリー賞の常連で4回も受賞していてでこの映画でも2005年のラズベリー賞にノミネートされたんですけども受賞は免れましたでもそんなひどい演技だったとは思えません。 そしてジェシカ・アルバーの恋人役で男の方の主人公を演じたのがワイルド・スピードの主演者の一人で「ワイルド・スピードスカイ・ミッション」の撮影中40歳の若さで亡くなってしまったこのポール・ウォーカーです。 でこの作品のポール・ウォーカーは、まあ、ダイビングインストラクターの役なんですけど BC ジャケットををけずにににタンクを直接背背中に背負っているように見えますもしかしたら脇につけるこういうもっとちっちゃいのありますから脇につける BC ジャケットをつけてたのかもしれませんけども最近ですね上級者がわざと BC ジャケットをつけずに昔のようにタンクを直接焼いで背負ってそして肺のトリミングだけで潜るのがかっこいいとされているのでえもしかしたらそっちかもしれませんちなみにあの最近は他にもですね沈没船とか洞窟に潜っていら アドベンチャーダイビングのためにですね背中にタンクを背負ってると洞窟とか沈没船で引っかかっちゃうんで体の横につけるサイドマウントとかあるいはあのタンク内の酸素濃度を高めて長く潜っていられるようにしたナイトロックスとかえあるいはですね人間の呼気から二酸化炭素を取り除いて酸素を再利用する循環式呼吸装置のリブリーザーこれ使うとですね泡が出ないのでその水中生物が驚かないとか水の中の音がつぶさに聞こえるとかいろいろメリットがあるそうなんですけどそういったまあ最 最新機器がどんどん開発されていてそういった最新機器を使って潜るそのダイビングをテックダイビングといってこれ今あのダイビング界で一つの主流になりつつあるんだそうですよ。えー、それからもう1本の,の2008年のフールズ・ゴールド。 これはあの日本のラブコメに大きな影響を与えたウィル・スミス主演の「ヒッチ」「放題はこれ最後の恋の始め方」ってついてましたけどこれを作ったアンディ・テナント監督がヒッチの次に作った作品です。これ主演は10日間で男を上手に振る方法のケイト・ハドソンとマシュー・マ・コノヒーのコンビでそういえばお分かりでしょうがこれまあラブコメのフレームで作られた宝探し映画です。 ケイト・ハドソンとマシュマコノヒーはこれ夫婦役でまあカリブにあの沈む18隻のスペイン戦の財宝を探してるんですけどマシュマコノヒーのだらしなさで離婚することになってその手続きが終わった直後に財宝のありかを示す証拠が見つかっちゃったって話ですねあのとっても気楽に見られるドコメディなんですけれどもただヒッチの出来を期待するとちょっとがっかりするかもしれません。 あの日本では2004年に海中映画の傑作の「海猿」が作られます。でこれはあのその2年後にアメリカで作られた「守護神」という映画と合わせてこれ共に海南救助にあたるレスキューの、えー、話でもう非常にシビアな作品なのであのここでは取り上げません。ただ海猿の初見一郎監督はあの一度ご出演いただいてその海猿の話も詳しくお聞きしているのでそちらをご覧頂ければと思います。そしてこのので伊藤藤明の教科を演じた藤達也 さんはご本人がスキューバーダイビングが趣味で本物のダイバーでですね実はあの彼女が水着に着替えたらの10年前に作られたこの1979年に作られたあのこれおそらく日本初の えー、スキューバー宝探し映画だと思うんですけど黄金のパートナーこの映画にあの三浦智一と一緒にあの今野美佐子と主演していて、まあ、だからこれ冒険者たちみたいな枠組みの映画でしたけど3人で主演していて実際に潜っていらっしゃった方です、まあ、いつも言うことですけどそういうリスペクトのあるキャスティングって本当に素晴らしいですねそしてスキューバー宝探し映画のこの一本なんですけれども これはまあストーリーとかですね、あのー、細かいことはちょっと横に置いといて海が一番きれいに撮れていてジェシカ・アルバのもうビーキニ姿が抜群に綺麗なイントゥ・ザ・ブルーを押したいと思います。あのこれアマプラでも u ー n e x t でも配信されてますのでくっそ暑い日にご覧になってください。 チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします